ともね、このコーナー始まった、ね、日はね、3日で終わると思ったんですけども、なかなかしぶといコーナーで、皆さんと一緒に5年目を迎えることができました。今年度も日本中のね、輝くピカピカの現場をたくさん紹介しますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今僕は千葉県市原市小湊鉄道5駅の車両けれども、しかーし、そんな現状に手をね、こま抜いて見ている小湊鉄道ではございません。ユニークなイベントを起こしてですね、鉄道を盛り上げようとしているんですね。そのイベントがまたかなりユニークなんですよ。びっくりしますよ。そうそう、大和田、あ、警笛が鳴ったということは列車が来るのかもしれませんよ。列車が、あるよ。あ、来た、列車が来た。え、来ましたね。大丈夫大丈夫？おはようございます。お願いします。中村さん大丈夫です？全く滑ってないです。大丈夫です、はい。さあ、こちらの駅員の中村さんということなんですけれども、はい、さあ、イベントを、盛り上げるときイベントを行っていると。どんなイベントを行っているんですか？はい、皆さんお願いします。こちらにフリップがある。ああ、またなった。なんか音楽が聞こえてきましたよ。賑やかな、行ってみましょうか。お、あの車両から聞こえてきます。なんか手拍子なんかも聞こえたりして、ずいぶん賑やかな感じがしますよ。これは、あ、歌声が聞こえますね。いってらっしゃー。盛り上がってるね。さあ、その一番人気のイベント、さあ、それで鉄道の方にも、中村さん、先ほどの中村さん、さあ、まあ、こういうふうに地元のボランティアの方なんかも参加されてますし、まあ、何よりお客さんがやっぱ喜んでますね。まあ、これは乗客のアップなんかにつながるんですか？はい、こちらですね、ボランティアの皆さんとお客様をおかげで持ちまして、少しずつありますが、お客様が増えつつございます。なるほど、ありがとうございました。はい、さあ、まあ、縁も竹縄という感じなんですけれども、最後はやはり皆さんの歌声でお別れしたいと思います。さあ、それでは、清水さんお願いします。はい、それでは、淡い山脈、参りましょう。いっぱいということですけども、5月の予約はまだ空いているということなので、ぜひ皆さん列車に乗って皆さんと歌ってみてください。千葉県の小湊鉄道歌声列車でした。元気ですね。今が青春って言ってましたからね。でも通る瞬間、沿線の人たちは一瞬歌声が聞こえるんですよね。びっくりしますよね。もうみたいな感じになりますけど。